さて今日も小林理恵なキャスターの衣装紹介です。衣替えの季節ですからね。冬はダークカラーが多いですが、これからの季節は白を基調とした華やかな服が増えるかもしれません。今回はどのようなポイントをアピールしてくれるでしょうか。それではご覧ください。この時間はいただいたリポートを紹介していきました。そして、私はですね、すっかり夏モードでして、こちらもお衣装の協力をいただいております。紹介させてください。失礼いたします。戻りました。ということで、あ、このスカイツリーの感じと隙間も青空が見えてきていいですね。もうすでに10時を回った段階で気温もぐんぐんと上がってきている状況なんですけれども、今日は半袖の装いで日中もバッチリなところが多くなりそうです。またところによっては真夏日予想30度を、ね、超えるようなところもありそうですので、薄手を風通しのいいものがいいんじゃないかな。そして女性の方は共感できるんじゃないかなと思うんですけど、もう夏になるとね、髪の毛も熱いんだだから今日はこの涼やかなお衣装に合わせて髪の毛もアップヘアにしてみました。あ、出た。出るまで何しますか。あ、今日はこうスカートもね、回るから回っときましょうかね。あ、お出かけだ公園になりましたよ。あ、でもちょっと影が薄くなってきましたかね。あ、ちょっとうっすらぐらいかな。影うっすら報告だ。お散歩したいですねテクテクあ、そうなんです、そうなんですって何あの、今日のスカートリバーシブルなんですって。だから裏返しにもできるんです。素敵素敵じゃないですか。ツーウェイです。今日はですね、そう、涼しげな花柄のお衣装を選んでいただいたんですけれども、あ、もう紹介しちゃいますね今日のお洋服はですね、ミッシュマッシュさんのお洋服でございます。このちょっと分かりにくいけどリボンもついております。そしてですね、スカートは、あ、こう別々なんですよ。知ってた知らなかったでしょ別々なんです。そう、別でね、あの、買うこともできるんですって。そしてそのこのスカートをこう、ほらちらっとネイビーのが見えましたでしょこれにね、リバーシブルで着ることもできるそうです。そしていつもお世話になっておりますイヤリングはお世話屋さんです。シルバーでまた、これまた、これまた涼やかになっております。ということで、今日は、小林が紹介をしていきました。いやー、ぜひね、今日も、ちょっと涼しげな格好が似合うところが多くなるんじゃないでしょうか。朝晩ちょっとひんやりとするところもあるので、ぜひね、さらっと羽織れるものなどで、体感調節も行ってください。ということで、この時間は衣替えリポートとお衣装の紹介をさせていただきました。